奥の細道、山寺、松尾芭蕉、山形領に龍石寺という山寺あり、慈覚大師の開基にしてことに静観の地なり、一見すべきよし、人々の進むるによりて、尾花沢より取って返し、その間、七里ばかりなり、日、いまだ暮れず、ふもとの棒に宿借り起きて、山上の堂に登る。岩に岩を重ねて山とし、小白年降り、土石置いて苔なめらかに、頑丈の陰陰、扉を閉じて、物の音聞こえず。岸をめぐり、岩を吐いて、仏閣を廃し、家計弱膜として、心住みゆくのみおぼゆ。静かさや岩にしみいるセミの声。